예수님은 자신을 그 선한 목자라고 말씀하셨습니다. 예수様は自分のことを良き牧者だと言いました。 예수님은 그 말씀대로 우리를 잘 돌봐주시는 참 목자가 되시지요. 예수様は私たちをよく養ってくださる誠の牧者です。 그런데 선한 목자 되신 예수님이 우리를 인도하실 때그 모험의 길로 인도하신다는 거예요. ところが私、イエス様が私たちを導くとは、私たちを冒険の道へと導くということです。 실제로 우리들 예수님의 그 제자로서의 삶은 모험적인 그런 삶이 됩니다. 実際にイエス様の弟子の道とは、冒険的なものになります。 주님의 부르심은 우리의 삶을 이렇게 흩어버리시기 때문인 거죠. 主の召しは私たちの人生を試すからです。 그첫 번째로 부르심을 받은 시몬 베드로와 그 안드레에게 찾아온 것이 이러한 모험으로의 그 부르심이었습니다. 1番目に呼ばれたアンデレ、シモンペテロはまさに冒険への召しでした。 전혀 미래를 예측할 수 없는 그런 삶으로 부르십니다. 全く予想できない未来へと導くのです。 이렇게 부르셨죠. このようにまで来ました。 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. 私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。 그런데 그들은 이 사람을 낚는 일이 무엇인지 도대체 모르던 사람들이었습니다. しかし彼らは人間を取るとはどういうことか全く知らないのでした。 근데 그럼에도 불구하고 그들은 모험적인 행동을 취합니다. なのに冒険的な行動を取ります。 그것은 그들의 그 그물을 떼어 던져 버리는 것이었습니다. まさに網を捨ててしまうことでした。 근데 하지만 과연 이 시몬 베드로하고 이 안드레가 예수님이 말한 그 말뜻을 다 이해하고 그물을 버리고 예수님을 쫓았을까요? しかし果たしてペテロとアンデレはイエス様の言葉をよく理解して網を捨ててついていったのでしょうか? 자신들의 장래 미래를 알고 쫓아간 걸까요? 自分たちの未来のことをよく知ってついていったのでしょうか? 그렇지 않았을 것입니다. 知らなかったはずです。 그들은 한마디로 모험을 선택한 것이었습니다. それは一言で言うと冒険でした。 믿음의 모험이었던 것이죠. まさに信仰の冒険だったのです。 성경을 보면 그 아브라함이 믿음의 조상이 될수 있었던 그 이유에 대해서 분명히 말해줍니다. 聖書を見るとアブラハムの信仰についてこのように語ってあります。 히브리서 11장 8절을 보면은 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때에 순종하여 장래의 유업으로 받을 땅에 나아갈새 갈 바를 알지 못하고 나아갔다라고 나와 있습니다. 헤브리지의 11章8節。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けた時、これに従い、どこに行くのか知らないで出て行きました。 갈 바를 알지 못하고 나아갔으며라고 나와 있죠. どこに行くのか知らないでと書いてあります。 아브라함은 하란 땅에서 잘 먹고 잘살 수가 있었습니다. 아브라함은 하란데 とても良い生活ができる人でした。 그러나 그곳 아비 친척 집을 떠나서 모험을 시작하지 않았더라면 아브라함은 하나님의 축복과 구원을 경험하지 못했을 것입니다. しかし生まれ故郷、父の家から出て冒険の生活に出なかったとしたら神様の祝福と救いを体験することはできなかったでしょう。 모리아 산에서 독자 이삭을 바친 것은 또한 얼마나 큰 모험이었겠습니까? 모리아산で이삭을捧げたことはどんなに冒険的なことだったでしょう。 그저 편안하게 안정된 삶이 인생의 목표인 사람들은 이러한 그 믿음의 모험으로의 그 출발이 이런 선택이 그렇게 좋게 들리지는 않을 것입니다. 安らかに安定した人生を目標とする人にはこの冒険的なこの名詞が理解できないことでしょう。 하나님의 부르심이 이해가 되지 않을 것입니다. 神様の召しが理解できないことでしょう。 그런데 성경은 이것이 믿음이라고 증거하고 있습니다. しかし聖書はこれが信仰だと言っています。 히브리서 11장 6절을 보면은 아브라함의 믿음이 이러한 믿음이라고 나와 있습니다. 헤브리人への手紙11章6節ではアブラハムの信仰とはこういう信仰だと書いてあります。 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 그를 찾으시는 이에게 상 주시는 님을 믿어야 하느니라. 信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。 또한 히브리서 11장을 보면은 그 모험적인 그 삶을 살았던 모세의 그 믿음에 대해서도 이렇게 증거하고 있습니다.
またヘブル人への手紙11章26節では冒険的な人生を生きてきたモーセについてこのように書いてあります。그리스도를위하여받는수모를애굽의모든보화보다더큰재물로여겼으니이는상주시는것을바라봄이니라모세와그리스도의유에니受けるそしりを이집트의宝に勝る大きな宝と思いました。모세は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。모험적인인생을사는믿음은그눈에보이는현실을바라보는것이아니지요冒険的な人生を生きる信仰とは現実を見ることではありません。하나님이주실그상급을바라보면서모험적인인생을사는것인줄믿으시길바랍니다。将来神様がくださる報いを見上げながら冒険の人生を出ることを信じましょう。여러분하나님이이세상에서나를택한그부르심에는이유가있습니다。皆さん、この世から神様に選ばれ、召されたことには理由があります。하나님이그계획하신그인생이있기때문입니다。神様には計画した人生があります。오늘본문을보십시오。今日の本文を見てみましょう。예수님께서이르시되나를따라오라내가너희로사람을낚는어부가되게하리라라고말씀하셨습니다。예수와彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。예수님의부르심이전에시몬베드로와안드레에서서의그고기잡는것이그들의삶의목적이었습니다。イエスの召しがある以前はペテロとアンデレには魚を取ることが人生の目的でした。그러나이제예수님께서그들의직업을그달란트를그사용하시겠다는말씀입니다。しかし今はイエス様が彼らの職業を彼らのタラントを用いるということです。너희가고기를잡던그실력으로이제사람을낚는업으로예수님께서이제부터쓰시겠다는말씀이시죠。あなたが漁をしてきたその実力で人間を取る漁師になるようにこれからイエス様が用いるということです。그래서이제부터그들의삶은그모험의인생모험의삶으로들어가게되는것입니다。それでペテロとアンデレは冒険の人生へと入っていきます。왜냐하면그들을어떻게쓰실지그것은이제예수님께서알아서행하실일이기때문인것입니다。というのは彼らをどのように用いるかはこれからイエス様がなさることだからです。여러분그아이폰이나스마트폰을보면 GPS 라는기능이있죠。皆さん iPhone やスマートフォンには GPS という機能があります。그인공위성을이용한그위치표시시스템입니다。人工衛星を利用した位置表示システムです。그래서내가세계어느곳에곳에어느곳에있는지내가있는것을자기의위치를그정확하게알수가있습니다。世界中どこにいようが正確にその位置を知ることができます。또내가가고자하는그목적지도정확하게갈수가있습니다。またそこに行こうとするどこに行けばいいのかも正確に教えてきます。그래서오늘날에는그지도나나침반보다도이 GPS 기능을많이사용하고있습니다。ですから今日は地図や羅針盤の代わりに GPS が多く使われています。근데여러분우리의그믿음의모험의인생이불안한것처럼보이지만은우리에겐성령님의 GPS 가주어져있다는것입니다。ところが皆さん私たちの冒険の道はとても不安に思えるんですけども私たちには聖霊の GPS が与えられています。모험의인생을사는데가장중요한것이성령님의인도하심을받는것이지요。冒険的な人生を生きるのに最も重要なことは聖霊の導きを受けるということです。나의능력으로는지금내가서있는이도로밖에볼수가없습니다。自分の能力では今立っている道路しか見ることができません。그런데 GPS 를사용하게되면더큰그림을볼수가있죠。GPS を使えばもっと大きな絵を見ることができます。한꺼번에그지도전체를볼수가있습니다。もっと地図全体を見ることができます。경로에는교통혼잡까지고려해서그위의도로까지제공해주는그러한능력이그장치가있죠。経路にある交通混雑まで考え迂回経路を教えてくれます。그것도실시간으로길안내를해줍니다。 GPS はリアルタイムで教えてくれます。그런데이세상 GPS 는가끔엉뚱한대로그인도해주는것이흠이긴합니다。世の中の GPS はたまにとんでもないところへ導いてしまうことがあります。그런데성령님의 GPS 는절대실수가없다는것입니다。しかし聖霊様の GPS は決して失敗ということがありません。우리를정확하게주님의뜻대로인도해주시는것입니다。우리를정확히주의방향으로이끌어주십니다。예수님께서그러한분이시라고약속해주셨습니다。そういう方だとイエス様が約束してくださいました。요한복음14장26절에보혜사곧하나님께서내이름으로보내실성령그가
너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하시리라. 아멘. ヨハネの福音書14章26節にこのように書いてあります。 しかし助け主すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教えまた私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。 우리가 그 주님의 뜻에 따라 살려고 할 때 성령님께서 오셔서 우리의 길을 인도해 주시는 것이죠. 私たちが主の御心に従順していくときに聖霊様が来られ私たちを導いてくださるんです。 우리를 고아와 같이 혼자 내버려 두지 않겠다고 약속을 해 주셨기 때문입니다. 私たちを孤児のように見捨てたりはしないと約束してくださったからです。 그런데 여러분, 그럼에도 불구하고 우리는 주님의 부르심의 길로, 그 믿음의 모험의 길로 왜 나아가려고 하지 않는 것일까요? それにもかかわらず私たちが主の召しの道へ信仰の冒険の道へ進みゆくことができない理由は何でしょうか? 그것은 우리가 주님의 그 부름에 대해서 나는 무엇을 할까? 무엇을 해야 되나? 보다는 나는 무엇을 내려놓아야 돼야 할까라고 고민하기 때문입니다. それは主の召しに対して私は何をしなければいけないのか何をすればいいんだろうかというよりも何を手放さなければいけないのかということで悩んでしまうからです。 그래서 예수님께서 마태복음 19장에서 유명한 부자 청년의 비유를 말하십니다. そこでイエス様はマタイの福音書19章で 有名なお金持ちの青年の話を例え話にして説明しています。 예수님을 찾아오지만 과감하게 모험적인 행동을 취하지 않는 부자 청년의 이야기를 하십니다. 예수様を訪ねてきましたが冒険的な行動を取れなかった青年の話です。 그는 예수님의 부르신 앞에 섰습니다. 彼はイエス様の召しの前に立っていました。 그러나 자신의 가장 소중하게 여기는 것을 포기하지 못했지요. しかし自分の大切なものを諦めることはできませんでした。 그 청년이 재물이 많은 고로 이 말씀을 듣고 근심하여 가니라라고 나와 있습니다. 彼はイエス様の言葉を聞くと悲しんで去っていった。この人は多くの財産を持っていたからであると書いてあります。 주님의 부르신 앞에 우리는 우리를 꽤 주저케 하는 것은 항상 하지만이라는 이런 마음 때문인 것이죠. 主の召しの前で私たちをためらわせるのはいつもでもという言葉です。 사람들마다 주님의 길로 가지 못하는 이유는 다 충분히 있습니다. 人それぞれ主についていけない理由は十分にあります。 따라가지 않겠다는 것이 아니지요. ついていかないというのではありません。 그러나 지금은 적절한 시기가 때가 아니라는 것입니다. でも今は自分のその時期ではないというのです。 하지만 지금의 나는 아니라는 것입니다. でも今の私は違うというのです。 우리는 그 주님의 부르심에 대해서 그 부르심의 사명보다는 지금 적절한 때인지 아닌지 그것을 먼저 생각하는 것입니다. 私たちはイエス様の召しの前でイエス様の使命のことではなくて今が適切な時期ではないと考えてしまうのです。 근데 우리가 분명히 알아야 할 것은 우리에게 있어서 적절한 그 시기라는 게 그다지 없다라는 것이죠. 많지 않다라는 것입니다. しかし私たちがはっきりと知っておくべきことは私たちにとって適切な時期というものはそれほど多くないということです。 중요한 것은 포기의 문제지 선택의 문제가 아니라는 것입니다. 중요한 것은 諦めるということであって選択という問題ではないということです。 나의 모든 것이 나의 삶이 주님의 것이라는 것을 인정하느냐라는 문제입니다. 私の人生が主のものだということを認めるということです。 중요한 것은 내가 무엇을 하며 앞으로 무엇을 할 것인가가 중요한 게 아니라는 거죠. 最も肝心なのは今私は何をしこれから何をするかではなく 重要なことではないということです。 부르심에 대해서 내 삶의 주인이 예수님이라는 것을 확실히 하라는 것입니다. 主の召しに対してこれから私の人生の中心はイエス様であることを明確にしなさいということです。 여러분, 우리는 하나님의 그 부르심에 앞에서 우리는 필연적으로 이 모험적인 삶을 살게 되어 있습니다. 皆さん神様の召しの前で私たちは必然的に冒険的な人生を 예수님의 제자가 되겠다고 결심한 순간부터 우리는 모험적인 삶을 살게 됩니다. 예수様の弟子としての人生を生きることを決めた瞬間から冒険的な人生を歩むことになります。 모험적인 삶은 우리가 직접 그 모험 속으로 뛰어들어가지 않으면 안 되는 것이죠. 冒険的な人生は私たちが自ら冒険へと飛び込んでいかなければなりません。 경험해보지 않으면 절대로 알 수가 없습니다. 経験してみなければ決して知ることができません。 사실 장차 무슨 일이 일어날지도 모릅니다.
事実将来どんなことが起きるのかわからないんです。 하지만 하나님의 뜻이 이루어지고 우리의 인생을 흥분케 하는 그러한 일이 일어난다는 것을 믿으시길 바랍니다. しかし神様の御心は成し遂げられ私たちの人生を興奮させてくれることになることを信じましょう。 사람을 변화시키는 그러한 일이 된다는 것을 믿으시길 바랍니다. 人を変えられることになることを信じましょう。 이 나라를 세계를 변화시키는 일이 된다는 것을 믿으시길 주님의 이름으로 축원합니다. この国を、この世界を変えられることになることを信じましょう。 왜냐하면 예수님이 인도하시는 이 모험의 길은 나의 계획이 아니라 그 주님의 계획이 나를 인도하시며 가기 때문인 것입니다. というのはこのイエス様が導くこの冒険の人生は私の計画ではなく神様の計画によって導かれていくということだからです。 여러분 그 믿음에 대해서 한 가지 나누길 원합니다. ですから信仰を持っていきましょう。 믿음을 가지시길 원합니다. 여러분 믿음에 대해서 한 가지를 같이 나누길 원합니다. 皆さん信仰について一つ分かち合いたいと思います。 제 그 아들이 그 조이가 그 유치원 때의 일이었습니다. 私の息子のジョイが幼稚園児の時のことです。 그 조이를 그 미끄럼틀 그 위에다가 올려놓고 제가 뛰어내리라고 했습니다. 私がジョイを滑り台の上に乗せて飛び降りてごらんと言いました。 제가 밑에서 이렇게 받아주려고 했기 때문이죠. 下で受け止めてあげようと思ったからです。 근데 조이는 겁이 나서 그 뛰어내리지를 못합니다. ところがジョイは飛び降りることが怖くなり、それができる飛び降りることはできませんでした。 그 머리는 아는데 그 믿음이 없는 것이죠. 頭では知ってるけど信仰が足りなかったんです。 그러다가 한번 이렇게 뛰어내렸어요. 에でも一度なんとなく飛び降りました。 제가 이렇게 받아줬습니다. 私はジョイを受け取りました。 그 무사했고요, 재밌었습니다. 無事でした。楽しかったんですね。 그러다가 이제 두 번, 세 번 또 뛰어내려보는 거예요. それから2回、3回飛び降りました。 그러니 재미가 붙어서 계속 높은 데서 뛰어내리려고 하는 거예요. そしてもっと楽しくなって、もっと高いところで飛び降りようとするんです。 제가 이제 힘들어서 이제 고만하자고 해도 아, 아빠, 저 이제 벗고 있고요. 그렇게 말을 하면서 자꾸 뛰어내리려고 하는 거예요. 私がもう疲れたので、もうやめようと言っても、もう行くよと言って飛び降りてくるんです。 믿음은 높은 곳에서 아래를 내다보면서 떨면서 가만히 바라볼 때는 생기지 않습니다. 信仰は高いところで見下ろしているときは信仰は生じてきません。 믿음은 뛰어내릴 때 생기는 것입니다. 信仰は飛び降りるときに生じてくるんです。 가만히 앉아 있을 때는 믿음은 생기지 않습니다. じっと座り込んでいては信仰は生じてこないのです。 여러분 성경에 나오는 모든 믿음의 조상들은 이 모험을 선택한 사람들이었습니다. 皆さん信仰の先祖信仰のすべての先輩たちはその冒険を選択した人です。 무조건 모험을 선택하라고 강요하는 것이 아닙니다. 無条件冒険を選択しろと強要するわけではありません。 그러나 하나님은 택하신 믿음의 사람들을 반드시 모험으로 내모시는 때가 내몰 때가 있다는 것입니다. しかし神様に選ばれた信仰の人たちは必ず冒険への道へと追いやられる時が必ず来るということです。 그것이 몇 번 있을지는 모르겠습니다. 何回来るかは分かりません。 그러나 반드시 모험으로 내모시는 때가 반드시 인생 가운데 온다는 것입니다. しかし必ず神様が冒険の道へと追いやってくることがあるのです。 그때 비겁하게 불순종하거나 회피하지 말고 당당하게 믿음으로 나서야 된다는 것입니다. その時ズルをして不従順したり逃げずに堂々と信仰を持って受け止めて一歩踏み出していかなければいけないということです。 여러분 믿음의 조상의 그 계보에 들어간 사람들은 특징이라고 할까 한 가지 그 장점 있는 것을 볼 수가 있습니다. 皆さん信仰の先祖の先輩たちには一つ特徴というか長所があります。 그것은 하나님이 믿음의 모험으로 내 모실 때 초청할 때 결국은 자기의 몸을 내 던진다는 것입니다. それは神様が信仰の冒険へと追いやる時招く時結局自分の身を投げ出して踏み出したという点です。 아브라함, 다니엘, 다니엘의 세 친구. 아브라함, 다니엘, 다니엘 3인의 유지. 에스더 그리고 기드온이 그랬습니다. 에스테르, 기드온가 そうでした。 예수님의 어머니인 마리아, 사도 바울도 그랬습니다. 예수님의 母 마리아, 사도 바울가 そうでした。 그리고 오늘 본문에 시몬 베드로와 안드레 또한 그랬습니다. そして今日の本文のシモンペテロとアンデレがそうでした。 여러분 우리의 삶에는 이러한 믿음의 모험의 간증이 얼마나 있습니까? 皆さん
今日私たちの人生にはそういった信仰の冒険の証がいくつあるでしょうか。만약그게그다지없다면그날에예수님앞에서별로할말도없을것입니다。もしそれほどないとしたら、イエス様と話すその日、あまり話す言葉がないかもしれません。어쩌면정말그환영을받을수있을는지도잘모르겠습니다。もしかしたら歓迎されないかもしれません。여러분우리가주님의그부르심에순종하여모험을시작할때하나님은우리의삶을축복으로인도해주시는것입니다。皆さん私たちが主の召しに従順して冒険を始めるとき、神様が私たちの人生を祝福してくださることを信じましょう。반드시상주시는힘을믿으시길바랍니다。必ず報いてくださることを信じましょう。그도원하기는주님의그부르심에사명의부르심에내가그와주의메시에대해주의그하나님의메시에대해내제가여기있습니다라고믿음의모험에뛰어드는저와여러분이되길예수님의이름으로축원합니다。はい、私がここにおりますと返事をして信仰の冒険の道へと飛び込んでいく私と皆さんになることをイエス様の皆によって祝福します。それでは今日のメッセージを思い返し。